きますよ。僕のヒーローアカデミア、雄英高校ヒーロー科1年 A 組クラス会議、せーの、スタート！はい、現在週刊少年ジャンプで大好評連載中、堀越康平先生による僕のヒーローアカデミア、4月より毎週日曜日夕方5時 MBS TBS 系列全国28局ネットでテレビアニメが放送中なんですが、皆さん見てくれていますか？生ですけど、あの俺の話聞いてお願い。でも潔癖症か、あなたは潔癖症か。はい、皆さん見てくれてますか？これ生放送でございます。コメントも拾っていきたいんですけど、皆さんが拾ったのはタオルでした。すいません。残念だね。申し訳ない。ということでね、まあ、早速作品の方をね、うん、紹介していきたいと思うんですけれども、うんうん、はい、ここからは皆さん個別にあの指名していくんで、え、突然の授業スタイルです。予習しては来ていると思うんですけれども、怖い怖い怖い、まあ、答えられなかった時はその時はもう分かってますね。何があるの？退場です。え、即退場？退場です。即退場って厳しいね。超厳しい。はい、いきますよ。まず僕のヒーローアカデミアは2010何年の何号から連載されてたと思いますか？信彦くん。14年の32号。おー、すごい。めっちゃすげー。すごい。ゼル、あ、カツ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 、すごいだろ。ダメ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 。さすが信彦さんだ。ちなみに皆さんはヒーローアカデミアは何で読んでらっしゃいますか？本誌の方か単行本か。ジャンプ。あ、本誌の方ですね。単行本です。単行本派。単行本。だからもう今もうめっちゃネタバレ言いたい。ダメ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 。なんかいつもアフロードで、ね、もうね。信彦さんが言いたい。もうあることないこと全然すげえ。すげえ。いやしがらきがね。やめてやめて、それは俺ら知ってるやつ。知ってるの？知ってるの？このネタバレください。しがらきね。知ってる、その人。そう、しがらきコーラがですね、いい内山聖輝さんが担当されるということでね、最新 PV も公開されておりますけれども、はい、ありがとうございます。ちなみにですけれども、単行本は現在8巻で9巻がそろそろ発売になるんですけれども、うん、何月何日に発売になると思いますか？山下くん。はい、6月4日です。あー、正解。さすが、完璧だね。金曜日って書いてるよ。書いてある。金曜日。あれ、来週です。来週6月4日。あ、ちなみに何曜日だと思いますか？さくらくん。はい、金曜日です。はい、正解。優秀。完璧ですね。いや、いい顔してらっしゃる。メガネはない。はい、ということでね。優秀な生徒しかいない。完璧だね。ということでね、まあ、皆さんもちろん見ていただいているとは思うんですけれども、うんうん、僕のヒーローアカデミアをご存じないという方のために簡単にストーリーについても紹介していきたいと思います。ということで、せっかくなので主役の山下くん、君が紹介したまえ。はい、はい、どうぞ。はい、ですね、はい、ことの始まりは、はい、中国経験値。おー、いい、いいですね。今台本募集されましたからね。発行する赤子が生まれたというニュース。合ってる合ってる。すごい。すごい合ってる。その発行する赤以後、以後各地で頂上はが発見され、おー合ってる、原因も判然としないまま時は流れ、うん、はい、世界総人口の約8割が何らかの特異体質である超人社会となった現在。おー、すごいすごい。生まれ持った、生まれ持った。はい、ということで、要するに、ヒーローを目指す少年少女たちがヒーローを育成する名門校雄英高校で切磋琢磨しながら成長しつつ、ヴィランと熱いバトルを繰り広げる、そんな作品になってございます。あ、まあ、世界観としてはね、先ほど山下さんもあのたどたどしくも言ってくださったんですけれども、うん、まあ、いろんな個性を持っている人たちが約人口の8割を占めておりまして、まあ、そんな中で、まあ、いろいろ個性をヒーローとして扱う人たちとか、悪事、そうですね、悪いことに使う人とかがいる中 で、ね、まあ、ヒーローという職業が認知されているというところでございますね。委員長、委員長、さすが、全部言ってくれてありがとうございます。いや、もう本当にね、この台本僕が上げてもらえるように作ってあるんでね。いい台本です、ありがとうございます。ということで、この番組がなぜクラス会議かというのも分かっていただけたのではないかというふうに思います。話聞いてね。ここで一つ議題を挙げていただきます。飯田君だけに個性溢れすぎ。だってきっとヘドロってもっとこれより臭いでしょ。もっとです。だからこうヒーローたちがそんなね、
すごいこう劣悪な環境の中でこうどんどん頑張っていくんだなって思うとすごくこう勇気が出ました。あと、石川海斗くん、私のメガネを返してください。はい、本日ありがとうございました。あ、パクったのバレたそうだったんだ。はい、そして